ばんは。こんばんは。どうも。こんばんはです、皆様。皆様。こんばんは。22時10分。ツイートしよう。ツイートしよう。今日はちょっと作戦会議。前回ツイート。今日日曜日だったんだね。いかがお過ごしかしら。いかがお過ごしでしょうか。何がいいかな。分何がいいかな。世間では日曜日でした。あ、喉の調子ね、良い。良いよ。声とかもさ、もう良くない？ねえ。咳もまだちょっと出るけど、もう全然痛くもないし。作戦会議。そうなのよ。ツイートじゃないや。ツイートじゃない、ポストしました。ポストしたよ。そうなの、あの待って、タイムテーブル作らないとって。そう、あのまだ配信ではまだ何にも言ってなかったけど、もうみんな考えてくれてる、ありがとうございます。あ、そうね、今日はちょっとじゃあギフトは禁止。ギフトは禁止にしとこうかな。あ、まだちょっと声ハスキー。そう、明日からね始まりますショールームイベントの方、参加させていただきます。よろしくお願いします。いっぱい考えたんですけど、メンバーも聞いたのが結構最近で、あれだね、福岡のツアーの前日とかだったので、ちょっととりあえずツアーに集中するということで、もうツアーが終わってからずっと考えたんですけど、参加させていただくことに決めました。そうね、平日よね、明日から月火水木金土6日間なので。気合の表れなのかなって、眉毛がキリッと上がってるって。そんな眉毛に影響あるかな、気合の入り具合って。久しぶりに聞きました、タイムテーブルって。そう、私イベント出させていただくのは2回目ですね。前回がナイーブさんのイベントの時
年末かな、前回の年末以来です。うん、なんかね、その時はすごい悔しい結果になってしまったので、でも本当にありがたい、皆さんたくさん協力してくださって本当に感謝でいっぱいの1週間だったんですけど、悔しい結果に終わってしまったので、今回は笑顔で終われるように頑張りたいです。あ、ずっとアンケートにしておけばいいの？そうなの？アンケート機能しとこうかな。しなくてもいいかな。そう。いや、なんだろう、今回の参加メンバーは全員非選抜ということで、今この時期だし、今頑張ることってすごく大切だなって思ったのと、今の私の目標を目指しているのが10枚目シングルでの選抜入りなんですけど、もし参加しなかったとして、あの時頑張っておけばよかったなって絶対後悔しちゃうことになるかなとか考えて、今いただけるチャンスは全部全力で挑みたいなって思いましたし、次これからにつなげていけるように、もっともっと上を目指していけるように頑張りたいので、ぜひ応援してくださると嬉しいです。とても嬉しいです。頑張ります。でもさ、なんかツイートしたんですけど、今日の15時ぐらいに、なんかすごいねやっぱり前回のナイーブさんのイベントの時とかもだし、 PR 舞台目指しますっていう時とかもだし、すごい、あ、ポストポストしたんですけど、すごい緊張するねやっぱりすごい、そういう、なんだろう、参加しますっていうことを言うのってすごい緊張するなって思いました。で、皆さんにこの1週間負担をかけちゃうと思うんですけど、ぜひ一緒に走り抜けてくださると嬉しいですそうよ、ポストそう。でも、あ、どうなんだ、どうかな、皆さん一緒に走ってくださるかな。ナイーブからセアカリンファンになりましたって本当ですか？ありがとうございます。出会ってくださってありがとうございます。イベント自体はナイーブ以来なので頑張ります。リベンジできたらいいな。
ありがとう。横の毛の出し方がうまいって今関係ないんよ今そこは関係ないんですよありがとうございます。最近ちょっとここの遅れ毛出すのハマってます。ちょっとこっち側がねピョンピョンしてるのはあんま気にしないで。本当だ、なんかピョンピョンしてる。ずっとこっち向いとこもう話がそれちゃったじゃん話がそれてしまったじゃないか。そう、皆さんと一緒に1位を目指したいです。ヒューガヒャンさん、あ大丈夫、今日はギフト大丈夫だよありがとうね。そう、あのね、難しいことだというのは分かってるんですけど、頑張りたいです。なんかね、これまではこれまでの人生で1位を目指す目指したことがあんまりないかもしれなくて、私結構その範囲に何人いないとかいう最低限の目標を出すことが多かったんですけど、1位を目指したいです。今、頑張る。そう、表紙にね、STU ウォーカーの表紙のメンバーに入れるのと、番組にも出演させていただけるという特典もございます。頑張ろう頑張ろう、みんな頑張ろうみんな頑張ろう。そう、この期間私めっちゃポジティブでいくからめっちゃポジティブだからよろしく。今1位を目指すことがとても大事だと思うので、頑張ります。頑張ろう頑張ろうの言い方があんまポジティブじゃないかもな。どうやあやあそう、そうだね、タイムテーブルを今は何時かな、
タイムテーブルをね早めに決めた方がいいよね。イベント終了後もポジカリンでいてもろて。そうね、そうよ、ポジティブよ、ポジティブよ私。ファイトありがとうね。で今日はギフト大丈夫だよ、ありがとう。いやそうね、ちょっとさ久しぶりなのでいろいろみんな思い出そう。そう、明日は初日ということで17時からできますね。17時からできます。明日レッスンとかあるんだけど、その時間にはもう帰ってきてるから17時から大丈夫。ちょっとテロップ書いていい？テロップ書いていい？まだ終わらん、まだ終わらないよ、まだ終わらないよ。そう、おーおー、そう、どうがいいんだろうね、明日。とりあえず17時からはしたいと思うんですけど、17時からそうだよね、平日だからね。気合が入ったら目線ってどういうこと？目線が変わるって何？目つきってこと？そうか、お仕事、仕事だよね。目力、本当？ちょっとなんか恥ずかしいな、恥ずかしいな。でも一応スタートダッシュしたいなと思うので17時からしようかな。そう、一応じゃあ17時から17時30分1枠して、なんかね私振り返ったの、前回のイベントの時の配信のスケジュールを。そのさ、その時は17時から17時30分して21時から21時50分までで3周してて、3枠目が22時1分から22時51分でして、4枠目が23時2分から23時52分してたんだけど、
どうなんだろう。そう、残してた。もっと刻んだ方がいいかな。どっちがいいんだろうね。ちょっと長めで3枠やってて、30分、あ、でも30分50分、あ、そうだね、30分50分50分50分。何やめてよ、なんかやめてよ、やめてこれだったら、このままでいくんだったら1枠目が3周で、2枠目も3周で、あとが1周1周なので8周。ね、ちょっとプロフェッショナルな方、ちょっとご意見をいただきたい。そうよ、褒められるのに弱いのでそうやめて、あんま褒めないで。じゃあとりあえずこれ書こうか。とりあえずじゃあ一応今のところというか前回の案。褒めないでって言ったけど、ちょっと偉くないっていうのはちょっと違うな。待って、なんかさなんかこの感じ、この感じあれだね。すごい今いろいろ蘇ってきてる、年末の時のことが。思い出す。皆さんに楽しんでいただける1週間にしたいと思います。楽しもうね、一緒に。で3周、楽しく本気で頑張ろう。これが前回の初日でしたね。前回の初日はこれでした。吸収しようと思ったらできるのかな。2枠を20時からにする。
20時からにして、あ、そうだ、一つさ、私そういう皆さんに言っておきたいことがあるんですけど、一日だけもしかしたら一回もできないかもしれない日があって、割とねスケジュール空いてるので他の日はまだどっかレッスンとか入るかもだけど、もうできない日とかないんですけど、一日だけ丸一日お仕事が入ってる日がありまして、から朝ね、朝5時からとかだけ、1回だけとかだったらできるかもだけど、そうなのよね、水曜日です、水曜日23日、そうなの、多分難しくて、そう、そうなの、多分日、なかなかできる場所とかもなさそう、大丈夫かな、その日ぐらいです。わかんない、まだね詳しいスケジュールは来てないんですけど、だから5時からとか1回だけとか朝だけとかはできるかも、できると思う、多分、でも多分家に帰り着くのが、だからまた前日にねスケジュールが来るのでまた話しましょう。でもしかしたら帰り着くのがもう23、24時過ぎてるかもしれない、移動とかが長い日なので。ガチの作戦会議って、そうよ。そうよ、作戦会議よ。また話そうぜって。ラジャって、ありがとう、ということをちょっとお伝えしときます。23日にゃんとかなるやろって。軽い。軽いね。いいね、なんか。なんかいいね、なんかさ、いろんなキャラがいていいね。明日は30分1枠、25分6枠。それだったら、それだったら何週？ 8 週？九州か、刻むんだったらさ、とりあえず17時から17時30分、17時から休まずやり続けたら九州。17時台に3周して1時間ちょっとおきに残り6回配信して
1週ずつ、それで9週か。なるほどなるほど。じゃあちょっと初日だしちょっと刻んでく前回をちょっとじゃあ超えていきます。あ、そうだよね、17時の時に参集できない方も。そうかそうか。お、刻んでいけって刻んでこうぜって初日からやーってそう、じゃあ超えていこうかなんか言い方かっこつけすぎてないじゃあ超えていこうか。みんな前回を超えていこうか。そうね、また後ろにね貼り紙とかする。皆さん SMS 認証もよろしくお願いします。認証してないとそのねポイントが反映されませんので。じゃあちょっと待って、17時からは17時30分間だよね。17時から次は、じゃあ次の枠は何時から、じゃあ18時31分以降、3周して18時31分から刻みのりで行こうか。確かにキレのいい数字にしてたら間違いがない。あ、18時5分、19時10分とかじゃあって。およ、あ、17時スタートなら18、あ、そっか、始めた時間からだからか。そうかそうか。あ、じゃあ18時5分から。18時1分からなので5分、ずれちゃうかも。だから5分ずらしで行こうか。そっか、勘違いしてた、終わり時間から見てたね。じゃあ5分刻みで行きましょう。
すいません、刻みのりってどういうことですかって、いや私も分かってないですコメントであったので読んだだけです。どういうことですか、刻みのり作戦ですか。刻みのり定食、じゃあ18時5分18時5分から何分 ?25分ずつ ?20 分ずつ25分か。ん待って待って、計算が20何分ずつだったっけ何分、あ25分か、ありがとうありがとう。18時5分から18時30分あれ？頭脳性なんやねって、確かにね、あのこの会話だけ聞いてたらさ本当にあれだよね、難しい話だよね。今はちょっとタイムテーブルを考えてます難しい話だよね、ちょっと私も難しい。25分3周はギリギリだから、あれかこの枠は3周じゃないね、1周そして次が19時10分から19時10分から19時35分見せながら書いた方が分かりやすい。今これ あ、そっか、前回皆さん20分で参集してくれたんだ、ありがとうね。へえ、頑張ろうな頑張ろうな。1、2、3で次が20時15分から20時40分で25分で次が21時20分から、あ、なんか懐かしい懐かしい、21時20分から21時45分で25で、ラストが、ラストじゃないね、次6枠目が22時25分から22時50分で、ラストが23時30分からで切れるまでですね。これで、あれ？4、5、
九州九州だ。ちょっと待って、星が船、またちょっとツイートとかもタイムテーブル出します違う、そっちの切れるじゃないよじゃあ結構ねスロースターターなんですけど、何事も明日はスタートから飛ばしていこう。これです、最後もう24時までって書いておく。24時まで30分でしとくね。捨て干しの時間、捨て干しが17時からということは16時、あれ16時15分ありがとう、15時15分に干しが満タン、干し満タンで捨て干しが16時15分。え、なんかさなんかさ、前回よりさ、すごいなんか前回の経験、前回やったからかな、すごいなんかなんか手慣れてる感出てないなんか慣れてる人感出てない全然慣れてないです、全然慣れてないので、みんな教えてね。今のところ明日これで行こうかなというお気持ち。どうかな、どうかな、みんな一緒に走ってくれるかなみんな一緒に走ってくれるかな。17時に起きてそうって17時って私の認識ではあの夕方なんだけど、あれちょっと明日はガチコースだね。スクショしたいからもうちょい下がって、こんぐらい、これでいこうかと思います、思いますわ。メールも送るね、もうね今日は送れないから明日朝とか送る、ポストもします。17時から時間都合がつく方は3周ここできるので来てくださると嬉しいです。そう、最後はねもうなんか切れるまでだから30分にしてるだけ、25分で大丈夫。もう切っちゃった方が、え20もう切っちゃった方がいいのかな、そのはみ出た時間、あ、自動で切れるのか、あれ自動で切れたっけ、3時間でもう自動で切れる、あだからそっちじゃないよ、自動であのでも切れる以外の言い方が分からん、自動で終わるのかな、3時間経ったら。そうだったっけ、あらしい。じゃああれだね、じゃあ紛らわしいからもう25分、
ゃあ一応55分で書いとこう。確かにね、ちょっとオーバーだってなるので25分で書いとくけど、ここは切れるまでということで、これでいいかな。なんかポジティブなのかネガティブなのか、もう情緒がおかしい人になってるかも。これで大丈夫かな、みんな月曜日から大丈夫かな。そうらしいよね。なんかラストのね、星投げイベント、星投げの制度がもうなくなるみたいなでしょ。あ、ラスト、もうこれも人生でラストだよ。どうなるんだろうね。じゃあそう、なのでそっか。せっかくなんかね、もうなんか慣れてないけど、すごいなんか手慣れた人感を出せるようになったのに、もうラスト。あ、でもなんか形が変わってあるのかな、どうなんだろう。そう、走り抜けましょう。どうなるんだろう。そうね、もう時間厳守で気をつけるよ。そうよ、この期間はそうよ、私の、そうだ、もうアラームがスマホで永遠にアラームが鳴ってる周期に入ります。私のスマホのアラームはサンボマスターさんの曲なんですけど、それがいっぱい流れる1週間。諦めないでどんな時も、君ならできるんだどんなことも。そう、サンボマスター週間の、じゃあこれでいきます。ちょっとポストしたいよね、スマホに書き出さなくちゃ。頑張ってみまして、ありがとうございます。もう本当に応援してくださる方がいてくれることが本当に支えになってます。ありがとうございます、ありがとう。明日の気象報告でもいいかも。ポスト、どうだろう、夜のうちに。どっちがいいかしら。久々にやってみるよ、応援するよ。ありがとうございます、ありがとうございます、ファイティンファイティン。フェスの準備大丈夫そうですか。そう、フェスも頑張るよ。
日曜日なのでね、アットジャム日曜日、ワク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 、忙しいけどできる限りで応援します。ありがとうございます。時計の時間はしておきましょう。合わしとく大丈夫、電波時計あるから。イベントは土曜日までだね。土曜日の20時までかな。そうね、今夜もしとこう。早い方が何事も。で、私これ打つのが苦手な人だった。この打つのが苦手な人だった。これ時間かかる。ジャムさん初めて出演させていただくの。横浜アリーナ、写真に撮ったらって。でもなんかちょっと写真にツイートするならするにはすごい適当に書いちゃった適当に書いちゃった。参照。丸に丸、そうテキストにしたい。乙女心これを乙女心というのかは分からんけど、その言い方が正解かは分からんけどね。今頑張ってる私の親指が頑張って文字を打ってます。19時10分から19時35分4全然関係ない話していいですか。この打ってる間、私ホテルにさあ、そう今朝ね帰ってきたんですけど、割と早めに朝方帰ってきたんですけど、広島に、福岡からホテルにね、忘れ物をしてしまいました。ちょっとショック。なんか前も忘れたんだよね。前はタオルを忘れちゃって、だから（笑）そんな関係ない話してたら入力間違うのではって。安心して、私2つのことを同時にするのうまいから私動画見ながらラジオを聴ける人なのでとか言ってさめちゃめちゃ間違ってたらさ恥ずかしい振りになっちゃうよね。
の発言が。でそう、忘れ物をした話。歯磨き粉をね持ってってたんですけど、どうやら私はそれを忘れて帰ってきたっぽい。まだお家に別の歯磨き粉があるので、まあ、よかったんですけど、そうなんかね、もう今日は多分朝早かったので早めに、もう昨日の夜寝る前に準備して、全部もう起きてからもう、ね、着替えるだけ着替えて速攻で部屋を出れるギリギリまで寝とけるようにね準備してたんですけど、まあ、歯磨きは朝したいなって思って歯磨き粉は出してたの。それで朝歯磨きをして、多分そのままもう洗面台のところにね置きっぱなしにしちゃったよね。忘れたのがショックなほどの歯磨き粉って、あでもねあれなの、なんか歯医者さんで買ったちょっとそこそこねちゃんとしたやつだったのそうだからショック、そうなんですよ。もうその歯医者さん最近行ってないから買うにもね買えないしねって思って、そうあのまたやってしまった。15時、言ったら郵送してもらえるの？歯磨き粉一つよ。ちょっと迷わん？ちょっと迷うな。それがさ、スマホとか iPad とかだったら絶対電話して言うけど、歯磨き粉ちょっと迷わん？ちょっと迷うな。送料はそっかかかっちゃうよね。それはそうか。え、送料何円ぐらい？なんかすごい現実的な話してる。送料1000円か。え、そどっちが新しく買うのとどっちがあれなんだろう。ちょっと調べよう。あ、でも送料の方があれかな。しまった。16時15分、捨て星。よし、明日8月21日、一応打ち終わった。間違いないかな。全然見えんね。びっくりするぐらい見えんやん。17時から17時30分3周、18時5分から18時30分25分1周、19時10分から19時35分丸4
20時15分から20時40分25分一周丸5 21時20分から21時45分25分一周丸6 22時25分から22時50分25分一周丸7 23時30分から23時55分25分一周一周どうしよう、ツイート Twitter じゃない。やばい、もう体に染みついとるね。ツイッターとツイートが。タイムテーブルです。8月21日かっこ月そうね、ショールームのプロフィールの方にも更新しよう。更新しましょう。ちょっと今はツイートの分を考えてる。テキスト。今文章を考えてる。何にする？何がいいと思う？イベント初日。なんか写真も載せようかな。やっていきましょう。前回の文章残ってたりしないのって確かに。じゃあ前回を振り返ってみる。そう、今回前回を超えていく目標なのでね、ちょっと前回よりね、前回の分ちょっと待ってね。前回のイベント初日どこだ。
あ、でも前回朝ツイートしてるね。気象報告と一緒にしてた。前回の文読みます。メリークリスマス、今日から1週間よろしくお願いします。お力を貸していただけると嬉しいです。緊張してる。どうしよう。ハッピーサマーデーハッピーサマーデー、今日から6日間よろしくお願いします。力を貸していただけると嬉しいです。緊張はしていません。緊張してますよ。もちろん緊張してますよ。よし、これとこれをスクショして、しまして、マネージャーさんに確認をします。あ、でも写真もなんかつけようかな。何かつけましょうかね。あれ？
んかこのなんかライトのさこの光具合がちょっと黄色いのが嫌なので、色の温度を下げて、昨日さ私あの福岡公園でさ、あの下手が多いかなみたいなこと言ってたんですけど、意外と上手も多かったかもって踊りながらあの思った。どう思う？あ、違う、上手が多いかもって言ってたけど、意外とほどほどにつってた。ほどほどか。でも上手もの曲は上手だった。そう、初めの方、あでもそっか、イメージカラーとかは上手で、あでもそうだね、上手顔はね女性限定エリアになってたね。脈拍の速さに満足してしまう、走った色感が僕は嫌いじゃないんだよ。一杯の水を踊るのね、楽しい。一杯の水ってさ、だいたいもう何曲か踊った上で来る曲なので、公演でもツアーでも本当にさもう本当に汗をかきながら踊るのにぴったりの曲。マネージャーさんから返信が来ません。マネージャーさんから返信が来ません。ツイートしちゃって大丈夫かな。寝てるのかな。いつも結構確認を取ってからツイートしてるんですけど、あ、ポストだポストだ、ポストね、してるんですけど、あ、落ちちゃった。いいかな。スタンプ連打したら迷惑かな唇に触れたの柔らか。昨日12秒とレモンジュースさせていただいたんですけど、なんかエモかった。夏の昇格ツアーを思い出した。あ、来た。スタンプ、なんかグッドスタンプ来たので、ツイートします。あ、ポストします。
ます。こちらとこちら間違いはないでしょうか。大丈夫そうでしょうか。イベント1日目いきます。皆さんじゃあ即リプお願いします。え、リプは変わってないのかな、言い方。トイヤ、変わったの。リポスト、リポ、リポえ、リプ返信のこと。リプはリプのまま、リポっていうの一文字変わったのかな。リプ、間違えてる？間違えてる？あ、本当だ、本当だ。週、どうしようどうしよう、どうしよう。三週だけはちゃんとやってるけど、一週からの週の週が変わってる。うわー。でもみんなリップかリポ、リポ、リポもしてくれたし、大丈夫かな？これはちょっとじゃあ、よく気づきましたね。実は。皆さんがちゃんとねチェックしてくださってるかちゃんとねスケジュールをこうやってチェックしてくださってるか検査審査したんですけど、そう、あ、見ててくれてよかったそうよくぞそう、試してたんだけど、ちゃんと、よかった、ありがとうね。ちゃんと真剣に見ててくれて、これの、行くので、明日はこのスケジュールで行くので、よろしくお願いします。そう、合格だね。みんな合格ごめんなさい、間違えました。多分週はもうこれはきっと伝わると信じて、このままで行かせていただきます。時間間違えてたりしたらあれだけど大丈夫かな、そう、このままで行かせていただきます。こんな間違いをするとは。もう時間ばっかりにさ、時間はこうやってずっと確認してたけどさなんかそういうところあるよね。今朝のチェックアウトの時とかもさ、前回枕の上に敷くタオルを忘れちゃったから、以前もうベッド周りとかめちゃめちゃ見たの。忘れ物ないかな、ないかな、ないかなって言って、そしたら洗面台に忘れるし、ああまあね、一つ一つそうミスをすることによってもうきっとこのミスはしないのでそう、何事もね経験ですね。はいはい、
そう。なんだ。じゃあいよいよ明日からなので、皆さんよろしくお願いします。ドキドキ。走り抜けよう。緊張するね。あさってとかはもう朝からどうなんだろう。でも平日あさってとかからどういうスケジュールがいいんだろうね。みんなに楽しんでいただけるようにいろいろ企画とかも考えていこうと思います。ぜひ星投げカウントと応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日の朝の配信は やめとくね。あさってからに備えてちょっとやめとくね。ちょっと温存させていただきます。ごめんね。温存するよ。あさってからきっと朝もねやってるので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。そう、何時からとかがいいんだろうね。また考えましょうね。でも嬉しい。なんか喉がさ、なんでだろう。昨日とかちょっとね、咳が出ちゃったり痛かったりあったんですけど、すっかり今いい。昨日とか一昨日から治ってくれてたらよかった。でもよかったです。体調はバッチリなのでね、今1週間いけます。万全です。安心してください。そう、龍角さんいっぱい龍角お世話になった。原田さん最近気になりますって。原田ちゃんのこと応援してもいいですかって、すごい一文で呼び方がもう原田ちゃんに変化した。ぜひぜひぜひ、もっと気にならせちゃいたいと思います。ぜひ
原田ちゃんってあんま呼ばれん、呼ばれたことないかも。ちゃん原田ちょっと懐かしい。タタ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 。普段は何と呼ばれますか？林さやかです。リンサヤカって呼ばれてます。セヤカリンね、セヤカリンのこと。ピャピャとも呼ばれてます。ダーさんは呼ばれたことないな。ありがとうございます。嬉しい。そう、10枚目シングルで選抜に入れるように今できることを全力で頑張りたいと思います。サラダ、サラダさんとは呼ばれたことある？呼ばれたことあります。それはある。サラダって可愛いの？なんかそれ言われたのが小学、覚えてるんだけど小1とかでなんかからかわれて、サラダサラダみたいな感じで、すごいね、すごいなんか悲しかった記憶がある。覚えてる。でも今考えたら別にまあサラダ美味しいよねって感じで。まあいいけど、そう当時の、そう小一の私はなんかからかわれた、そうって感じだった。覚えてる。確かに陰踏まれたね、そう小一の時に。サラダサラダ、8月は思い出いっぱいだね。ああごめんなさい。この期間唐突にさ、変な声を発したりするかもだけど、あんま気にしないでね。あんま気にしないでください。あ、めっちゃ話変わる。めっちゃ話変わるけどさ、
横浜アリーナってすごい広いよね。緊張しちゃうね。めっちゃ広いよね。ごめんね、何の話ってなってる人もいるよね。ごめん急ハンドル急ハンドル切ったけど、そう、アットジャムの話。レッスンが明日あるのでちょっと確認をします。時々もうその横浜アリーナアットジャムさんにで出演するときはもう全てが決まってるのかもう一週ちょうど1週間後だね。そうね、行くのも初めて。また新ポジションだったりしないのって、それはじゃあお楽しみにだよ、お楽しみにだよ。なんかいろいろなポジション、そのフェスでやる曲とかはさ、もういろんなポジションをさせていただいたので、あれかもだんだん新ポジ体制がついたかもしれん。アリーナーって、ああ、それが言えるんだ。いけるか横アリーってかっこよ。スター状態って、スター状態、どんな曲だったっけ？てんてんてんててんてん。マリオのスターのさ、状態の時の音楽どんなんだったっけ？てん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 。あれ？こんな感じ？てん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 。ちょっと違うよね。もうちょっと高い。てん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 。あれ、いざ言おうとしたらもう出てこんな。あ、合ってるのこれ。ほんと？これ合っとる？ちょっとなんか違う。そうね、もうこのまま6日間はスター状態でいくよ。私全身、もう全身虹色に光っとるかもしれん。でもスターマリオのスターなんかもう全然関係ないとこに話がちょっと飛んじゃうんだけどさ、マリオのスターってなんか嬉しいって思うけどさ、そう、なんかどうなんだろうね、そんな強い実際のところ、そんなに強いアイテムなのかな。ちょっとスピード速いし攻撃とかは当たらんけど、うん、確かに、そうそうそう、なんか勢い余ってさ、なんかこう落ちちゃったりするよね。わかるわかるわかるよ。そう、無敵だけどね、
ああサンダー回避できるのは嬉しい。だからそうスターの時とかもういろ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 濃いって思うよね後ろの人ももう赤コーラ今投げてよじゃあちょっとスター習慣でいこう確かにね切れる時カウント欲しいね。急に切れちゃうからね。じゃあちょっとスター習慣では行くんですけど、勢い余って落っこちないように、溝に落っこちないように頑張ります。あ、待って何の話してた？私マリオカートの話してたんだけどあ、ごめん、私マリオカートの、もうマリオカートの、ごめん、みんな何の話あ、普通のさ、マリオあ、ごめん、何の話してた？あ、ブラザーズの話？スーパーマリオの方か。スーパーマリオの方のスターってどんな感じだっけ？あ、なるほどね。アンジャッシュのネタぐらいずれてたって、ちょっとネタにしては弱いけどずれてたね。あ、ブラザーズのコントが起きてた。あ、ごめん、私もうカートの話しちゃってたよブラザーズの方か。マリオブラザーズの方ね、のスターの記憶があんま出てこん。ダダダダダン、あ、もうなんか音楽が出てこんな。なるほどね。え、でも両方してた。普通にマリオブラザーズも持ってたし、マリオカートもしてた。あれ DS でしてたね、懐かしい。あれ、なんかさ、マリオブラザーズのあれでさ、旗に飛びついてさ旗に飛びつくって言い方おかしいな、ゴールしてした時の音楽が今出てこん。懐かしい。何の話これイベント前日の何の話なんでこの話になったんだっけで、どこからずれちゃったのか。なん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 、話し会次来てくれるの？待てるよ、待てるよ。トゥ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 みたいな音楽なかった？違う、本当なんか違う。嘘、私今の結構これ、あ、これは合ってるって思ったんだけど、違う。ええ、ちょっともう、ええ、みんなちょっと音声、え、なんかもどかしい、聞きたい。私文字だったらね、みんなの声を送ってほしい。あ、雰囲気は合ってた。でも私マリオブラザーズの方はめっちゃ苦手で、そんなしてなかったんですよね。持ってたけどすぐ
あれダメになっちゃうから、もうあんましてなかったから記憶がないな。マリオカートの方は結構やってた、できてた。でもマリオブラザーズはね、苦手苦手。難しい、難しいよ。多分私ね、配信が終わったら調べる。マリオのあの効果音って言って、マリオの効果音調べよう。スマブラやったことないんですよね。やったことないんですよね。スイッチ持ってないの。持ってない。なんかサーヤンとかサラピとかがさ持ってて、なんか移動中とかやってた時があって、その時期ちょっと欲しくなった。私も欲しいなってなったけど結局買ってないな。そう、あ、スター状態っていうところからすごい話が逸れちゃった。もうこんな時間ですわ。今日も皆さんお疲れ様でした。日曜日お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日は月曜日、朝は配信ないんですけど、明日からイベント始まる、17時から始まりますので、そう、全力で頑張ります。皆さんと一緒に1位を取りたいです。ぜひ一緒に走り抜けてくださるとすごくすごく心強いです。楽しもうね。そうね、言霊いっぱい、ポジティブな言葉で、もうポジティブな言葉しか言わん言わん。そうね、でも1日、そう、3時間配信するので分けて皆さんといっぱい過ごせる時間も長くなるということで、楽しみ楽しみましょう。ちょっといろいろ考えようと。皆さんと楽しい時間を過ごして、一緒に走り抜けて1位を取れたら、もうそれは本当に最高だと思うので、そうなれるように頑張ります。やあそう、やあよあのやあってさ、なんだという方はあれです、昨日福岡のツアーでね、 MC とかでも話が出たんですけど、福岡は立つ時にやーって言って立つの、体育の時とか。そう、福岡やーで検索してくださったら
多分わかるんですけど、変態起立やーみたいなそう、それです。待って、もう57分、57分ということで壇上を読ませていただこうかな。ね、もうこんな時間。13位静岡の天パの竹さん、12位末子長男さん、11位タンタンタヌキさん、10位ドブアキさん、9位ヒデキンガーさん、8位ピタさん、7位リュウキケンさん、6位ヒューガヒャンさん、5位ヤマイさん、4位ヒータさん、3位コロさん、2位ロボリーさん、1位ユズキチさんです。多大吉の方はチコさんです。おめでとうございます。ということで、明日から頑張りましょう。頑張りましょう。今日はちょっと備えよう、ゆっくり寝よう。ありがとう、なんかさ、ありがとうね、本当に応援してくれて嬉しかった。なんかずっと不安だったんですけど、どうしようって考えてる時、なんか一人で考えてたからすごい、なんだろう、一人ぼっちな気がしてちょっと怖かったんですけど、嬉しかった、ありがとう。いっぱい返せるように頑張ります。楽しみましょう泣いてない、泣いてないそう、泣いてないよ、これから始まるんだからありがとうね、ありがとうね。そう、明日はスタートダッシュ決めたい、上げていきましょう。ということで、そろそろ終わっちゃうのかな。ありがとうございました。ではまた明日、明日を、おやすみなさーい。明日ね、ゆっくり休むんだよ。おやすみなさーい。よいしょ。おつかりん。